今日はレジン、シェルで作るキラキラクリスマスツリーの作り方を紹介していきたいと思います。今回は昨日作ったクリスマスリースをモミの木にもアレンジしてみたいなと思い、グリーンのシェルを重ねてラインストーンやビジューをふんだんに使ってキラキラクリスマスツリーを作ってみました。ツリーの空枠がなかったのでワイヤーを使って作ってみたんですけれども、そちらの作り方も載せております。今回もビジューたっぷりの華やかなツリーに仕上がりました。それではこちらゴールドのワイヤー20ゲージ 0.8 ミリのものなんですけれども、こちらをこのくらいの長さ出してカットします。だいたいこのくらいで大丈夫だと思います。そしたらちょうど真ん中あたり、このあたりですね、丸ヤットコを持って、丸ヤットコを使ってここの細い丸の形を取ります。くるっとワイヤーを巻きつけてこういった輪っかを作ります。少し、甘かったのでもう一度しっかりと押さえます。キュッと押してあげるとこういった丸が出来上がるかと思います。で、こちらの丸の部分を持って1回2回こちらのゴールドのワイヤーをねじっていきます。こういう感じです。そしたらまたもう一度ここの輪っかの部分を持ってギュッと今広げたワイヤーを元に戻してまっすぐの状態にします。合わせるとこういう感じですね。まっすぐな状態に戻します。そしたらペンチ、平やっとこでもいいんですけれども、そちらに持ち替えてこの辺りに設定をします。グイッと下のワイヤーを曲げて直角に曲げます。押してあげるとこういう形になるので、広げたら、高さが揃ったクリスマスツリーの、もみの木の部分が出来上がります。こういう状態になりました。そしたら、この直角に、曲がったワイヤーの部分をこちらペンチを使ってグイッと横に曲げて元に戻します。こういう感じです。そしたら今度はもみの木の幹の部分を作りたいので、この辺りにペンチを持って今度は下に向けてグイッとワイヤーを曲げます。こういう状態ですね。ちょっと曲がってるので、その都度微調整をしながら調整していきます。そしたらこちら側の部分も同じようにまずは横に倒します。グイッと倒して同じくらいの幅になるようにここら辺ですね、ペンチでしっかり持ってグイッとワイヤーを下に直角に曲げます。はい、これで木の幹の部分が出来上がりました。こういう状態です。そしたら鉢の部分を作っていきたいと思います。ちょっとまた元に戻してしっかりと合わせてペンチを少しだけ下にずらして、ここでまた直角にグイッとワイヤーを曲げます。横から見るとこういう感じです。広がるとこういう状態になっております。また同じですね、横に倒してこちらのワイヤーをペンチを使ってグイッと横に倒します。こちら側にも倒します。こういう状態になりました。そしたら、少しだけずらして、この辺りで直角に曲げます。同じ幅を取ってこちらも直角にグイッと曲げていきます。こういう状態になりました。ちょっと曲がってますね。ですが後で微調整をするとして、ここでまたしっかりとペンチを使って押さえます。もうちょっと下がいいですかね。鉢の部分を作っていきます。
このあたりで持ってぐいっと今度は横に、真横にワイヤーを曲げていきます。はい、これで鉢の部分が出来上がりました。整えてこういう状態です。そしたら、ここの部分をはみ出ているところをニッパーでカットしていきます。この辺をカットします。はい、でこちらの出っ張ってる部分もぴったりになるようにここで一旦カットします。はい、クリスマスツリーが出来上がりました。ちょっと形が曲がっているので、微調整をしてこのくらいで仕上げました。ちょっと曲がってますね、それでも、はい、では、こちらマスキングテープの上に今作ったクリスマスツリーのワイヤーをセットして第1層目を作っていきたいと思います。しっかりと、マスキングテープを貼ってください。浮いてしまわないように裏から押して今ぴったりの状態です。では第1層目を作っていきます。レジン液を少し流してこのくらいでいいですかね。爪楊枝を使って枠全体に伸ばしていきます。はい、伸ばしたら硬化をします。硬化が終わりました。こういう状態です。そしたらリースを作ってきた時と同じようにこの後グリーンのシェルをどんどん重ねていこうと思います。爪楊枝で伸ばしてこちらグリーンの、カラーシェル。詳しい作り方は、クリスマスリースの作り方をご覧ください。同じように、爪楊枝にとってどんどん重ねていきます。で、こちらの薄いグリーンのこれは、シェルではないんですけれどもカラーサンドのようなもの、こちらも色を混ぜながら、微調整しながらのせていきます。のせ終わったら硬化をします。硬化が終わりました。そしたら、2回目、今度はまず最初に下の木の幹、そして、鉢の部分を先に、作っておきます。この後葉っぱが上からかぶってくるので、下に来るように先に幹を作っておきます。今回は、ゴールドのパーツを、使用しました。この上にパール乗せちゃうんですけれども、少しでもゴールドが見えるといいかなと思ったので乗せておきました。こういう感じで仕上がっております。そしたら、2回目、もみの木、葉っぱの部分を作っていきます。ここからは同じ作業ですね。何度も重ねていきます。グリーンのシェルと薄いグリーンのパーツを取ってこんな感じで硬化できました。まだ、重ねていきたいと思います。少し厚みを出したいので3回目でこのくらいになりました。4回目です。そろそろいいかなというところなんですけれどもこういう状態で仕上がっております。まだですね、もうちょっとだけ厚みを出したいと思います。もみの木のふわふわした感じが出たらいいかなと思っておりました。触るとこういう感じで今表面がザラザラしている感じです。ではこちらで最後にしたいと思います。だいぶ厚みも出てきたので、で一番最後なんですけれども少しここのくぼんでいるところにツリーのてっぺんにつけるお星様を乗せていきたいと思います。こんな感じで、お星様のパーツを乗せたらここで一旦硬化したいと思います。硬化が終わりました。かなりボリュームも出ていい感じですね。でもちょっと分厚くしすぎちゃったかなと思っております。ですがもう乗せてしまったので、今度は鉢の部分を作っていきたいと思います。レジン液を、少し流して爪楊枝を使って、全体に伸ばします。そしたら、今回上をビジューにしたいので下の鉢の部分もパールで、作ってみることにしました。上品な感じになるかなと思ったんですけれども
こんな感じで、まんべんなく乗せて、隙間にはこちらのゴールドのブリオンを埋め尽くしていきます。空いてるところ全部にブリオン入れておきました。ではここで硬化をします。硬化が終わりました。それでは一番楽しいデコレーションの工程に入りたいと思います。このあたりにレジン液を少し流して爪楊枝で伸ばします。まず最初にこちら穴なしのパール、イエローなんですけれども、こちらのちっちゃいものと少し大きい中くらいのものを好きなところに配置をしました。まずはパールからです。このあたりにしましょうかね。はい。そしたら今度はイエローのラインストーンを散りばめました。ちっちゃいんですけれども、いっぱい入ってるといっぱいキラキラしてくれるので、いっぱい埋め込んでいきました。そして今回はピンクのラインストーン、赤は昨日使ったので今回はピンクにしてみようと思い、ピンクのラインストーンを入れていきました。このあたりですね。で最後にこのちっちゃいんですけれども V カットのクリスタル、この形すごくキラキラする形なので、今回下がデコボコしてるので、この空いてるところに V カットのストーンを埋めていきたいと思います。やっぱり輝きが普通の半球のストーンよりも綺麗だなという気がします。こんな感じで埋めていきました。硬化をします。硬化が終わりました。ここで終わりだったんですけれども、やっぱりなんかちょっと寂しい気がしたんですよね。アクセントが今回ない感じがしたので、こちらの、ブルーなんですけれども、少し変更の、ブルーですが、スワロフスキーの、ストーンを配置してもうキラキラにしようかと思います。空いてるところに、こちらのストーンを入れて硬化が終わりました。これで表面は完成です。ちょっといっぱいストーン入れすぎちゃいましたかね。では裏面に入ります。こちら、少しやっぱりレジン流れてしまったので、横から出ているバリはニッパーでカットします。ワイヤーにくっついてるところはスルッと取れるので、そこを狙ってカットをしていきます。はい、綺麗に取ることができました。そしたら裏面のコーティングをしていきます。こちら裏からもシェルを乗せてもいいかなと思ったんですけれども、硬化が終わりました。今回コーティングだけというのも、ちょっとこれどうしようかなとすごく迷ってしまったんですね。せっかく丸いチェーンを通すところを作ったので、ネックレスにしようかなと思ったんですけれども、まあ、こういう感じですね。あ、可愛いなと思います。ですがちょっとネックレスではないなという気分になって、裏にピンをつけて、ブローチ風にしようかなと思ったんですけれども、やっぱりこの穴使いたいのでストラップにしようかなとも思ったんですが、ちょっとやっぱり違うなと思い、ブローチにしてみようかな、ピンバッジみたいな感じにしてみようかなと思ったんですけれども、やっぱそうすると上の丸の部分が気になっちゃって使いたいんですよね。まあ、カットしてもいいんですけれども、これだとこういう感じですね。まあ、キラキラしてるのでブローチがいいかなという気がしていました。はい、こういう感じで仕上がりました。ちょっと何にするか迷ってはいるんですけれども、今回はリースと同じように葉っぱの質感を出して、キラキラに仕上げてみました。クリアなクリスマスツリーは作ったので、今回はオーソドックスなグリーンのツリーが出来上がりました。やっぱりグリーンのツリーはしっくりきますね。こんな感じで、今日もクリスマスコレクションまた一つ増えました。こちらのパーツのアレンジ方法、いいアイデアがあったらぜひ教えてください。
レジン、シェルのキラキラクリスマスツリーでした。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。